港に停泊する大きな船。活気あふれるこの会場は、100年先の子どもたちのために美しい海を守りたい。海と日本プロジェクト。今回のプロジェクトメンバーはこちらの2人。今日は年に一度の海の祭典、港で遊ぼう。先月、玉野市の宇野港で開催された玉野港フェスティバル2019。海と港と船をテーマにしたお祭りです。会場には岡山県内の美味しいものが大集合。冷感カレーいかがですか？美味しいですよ。玉野市の新名物、自衛艦カレー。お味はどう？スパイスが効いていてとても美味しいです。一口ちょうだい。よ。そしてこちらはアナゴがたっぷりと入った熱々の焼きそば。アナゴの風味とオリジナルのタレが効いてて美味しいです。一口ちょうだい。どうぞ。港で遊ぶという貴重な経験、子どもたちもみんな楽しそう。子どもたちに自分たちが住んでる町にこんな素敵な海があり港があり、そういうのを感じてもらって今後また伝えていってもらいたいなと思います。最後は船に乗って瀬戸内海へ。爽やかな潮風を浴びて気持ちよさそう。船が大きくてかっこよかった。いつもは港に来ることが少ないけど、今日来てたくさん遊べて楽しかったです。2人とも港や海を満喫できたかな？海風を感じながらたくさんの経験ができて素敵な一日でした。美味しいものもたくさん食べて楽しいこともいっぱいして、とても港を楽しむことができたと思います。大勢の人が港に集まる2日間、玉野の海の魅力を再発見できたみたいですね。